ウィルソン・エイドアルド・コントレラスは、ベネズエラのカラボボ州、プエルト・カベージョ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ MLB のシカゴ・カブスに所属。愛称はウィリー。同じく MLB 選手で、アトランタ・ブレーブスに所属しているウィリアム・コントレラスは、実定である。2009年にシカゴ・カブスと契約して、プロ入り。当時のポジションは三塁手だった。この年は、 参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグカブス2でプロデビューし、29試合に出場して打率、205.1本塁打、6打点、2盗塁の成績を残した。2010年もドミニカンサマーリーグカブス2でプレーし、17試合に出場して打率、313.9打点、2盗塁の成績を残した。2011年からは、アメリカ本土に渡り、この年は、 A-9 ボイシホークスでプレーした。60試合に出場して打率26、261.2本類が27打点、3盗塁の成績を残した。2012年も A-9 ボイシでプレーし、64試合に出場して打率、273.3本類が39打点、3盗塁の成績を残した。この年より、 本格的に保守として起用されるようになった。2013年は A 級ケーンカウンティクーガーズで86試合に出場して打率248.11本類が46打点8盗塁の成績を残した。2014年は A 級デートナカブスで80試合に出場して打率242.5本類が37打点5盗塁の成績を残した。 2015年は AA 級テネシースモーキーズで126試合に出場して打率333.8本塁が75打点4盗塁の成績を残しサザンリーグの首位打者に輝いたオフの11月20日に40人枠入りした2016年は開幕をトリプル A 級アイオワカブスで迎えた月日にメジャーを果たし 同日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。二日後の同カードでのメジャー初打席では初球を打って、メジャー初打席初本塁打を放った。その後は打撃の好調さを買われ、本職の保守だけでなく一塁手や左翼手としても先発出場することもあった。メジャー1年目は76試合に出場、打率28、282.12本塁打、35打点。 に盗塁の成績だった。チームはサンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズに進出し、コントレラスはロースター入りを果たした。10月7日の第1戦で先発保守のデビットロスに代わって9回からマスクを被ったが、この試合での打席はなかった。第2戦では8番保守として先発起用され、3打数に安打を記録。第3戦でも、 先発保守のミゲルモンテロに代わって7回からマスクを被ると延長13回裏からはこの回の表に代打に出たロスにマスクを譲って左翼の守備につき2打数1安打を記録そして第4戦ではカブス3点のビハインドで迎えた9回を持って、1点を返しなおも無視2類3類の場面で代打に指名されたクリス・コグランに対してサワンのウィル・スミスが投入されたところで コグランに対する代打の代打に起用されると、スミスから試合を振り出しに戻す2点タイムリーを放つ。勢いに乗ったカブスは、この回4点を入れ勝ち越しに成功し、チームはリーグチャンピオンシップシリーズへ進出した。ロサンゼルスドジャースとのチャンピオンシップシリーズでも、ロースターに登録され、カブスが3勝2敗とリーグ優勝、ワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えた第6戦では、 カブス3点リードの4回にクレイトン・カーショーから4点目となるソロ本類打を放った。クリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズでもロースターに登録されたが7試合の出場で19打数にアンダー1打点打率105と不振だった。2017年4月2日の開幕戦であるセントルイス・カージナルス戦で先発捕手として出場した。 6試合で5本の本塁打を記録したことで、8月8日にナショナルリーグの週間 MVP に選ばれた。8月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦で1塁に走っていた際に、中程度のハムストリングの緊張で離脱を余儀なくされた。怪我の時点で、339打席で93、アンダーを打ち打率、274、21本塁打、70打点を記録していた。 9月10日に代打として出場し、怪我から復帰した。9月15日に審判の判定に不服として詰め寄った時に、キャッチャーマスクを投げ地面に跳ね返った際に、審判のジョーダン・ベーカーのすねに当たったことで、退場処分と一試合の出場停止処分を受けた。シーズンでは、377打席で104安打を打ち、打率、276、21本塁打。 74打点5盗塁を記録した。2017年シーズンのプレイヤーズウィークエンドの自身のあだ名にウィリーを選んだが、ジョン・レスターや投資コーチのクリス・ボシオからは、キラーというあだ名を与えられた。10月18日の2017年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ4戦では、2015年からスタッドキャストが記録し始めて以降、 ポストシーズンで最長となる491フィートの本塁打を記録した。2018年のオールスター前に打率287、七本塁打34打点を記録し、自身初のオールスター出場を果たし、先発出場となった。シーズンでは自己最多の138試合に出場し、打率249、10本塁打54打点を記録した。 2019年は開幕ダッシュに成功し、5月中頃までオプス1.069で打率、315を記録していた。さらに、5月11日のミルウォーキーブルワーズ戦では、バーチスミスから、自身初のサヨナラ本塁打を放ち、15回にも及んだ、激戦に終止符を打った。2019年の MLB オールスターゲームにも、チームメイトであるハビア・アバイズと共に選出され、 先発出場した。なお、どちらもアンダは記録しなかった。8月3日の試合で一塁に走っていた際に、ハムストリングを痛め10日間の故障者リストに入った。プロ入り当時は三塁手だったが、プロ4年目の2012年から保守に転向しており、守備全般に課題を残す。打撃面では、カイルシュワーバーの助言を受け、2015年に AA 級で、首位打者獲得と、 才能開花。選球眼にも優れる。ありがとうございます。